意外と頑固。でもやっぱり目がいい子なんだろうな。ちょっ、おい、なあ、だ、大丈夫？うわごめん。この距離で見るとやっぱりスミちゃん超可愛い。この子が今は俺の彼女。あ、え？な、あ、鼻ぶつけてたみたい。ちょっと洗ってくるわ。あ、そこの椅子で待ってて。こんなことが水原に知れたら。人の後輩で何興奮してんのよ、猿。ごめん、やっぱぶつけてたみたい。おまったす。あ、ハロー、カズくん。ま、マミちゃん。どうしてここに。私も友達と来てて、帰ろうとしたらカズくんのこと見かけてさ。そう、やべえ、ついてねえ。私、カズくんの大学の同級生。あなたは？あー、いや、この子は桜沢すみちゃんって言って。レンタル彼女だなんて言えるわけねえ。でもまずい、彼女だとしても水原と二股になる。友達か、幼馴染か。この子はただの、すみちゃん、めっちゃ彼女のふりしてくれてる。すみちゃん、ありがとう。だけど今は違うんだ。今は彼女だと思われちゃまずいんだよ。これはステイだ。供給が需要をぶち切っている。これじゃもう言い逃れが。ごめん、すみちゃん、カズくんと二人きりにしてくれる？露骨にがっかりしてる。この状況はいろいろ事故ってるんじゃ。千鶴さんは知ってるの？え？あー、いや、やっぱり二股だと。なんだか別の人みたい。え？私と別れてからのカズくん、すぐに千鶴さんみたいな美人の彼女連れてきたと思ったら、また別の可愛い子。カズくんって本当はモテる男の子だったんだね。どうかな。ダメだ、もう開き直るしか。行かなきゃ。友達待ってるし。ああ。私何も見てないから。カズ君の秘密は守るよ。元カノとしてね。マミちゃん。死ぬかと思った。やっぱりもう俺には興味ねえんだな。じゃあそろそろ時間だね。一時はどうなるかと思ったけど、マミちゃん黙っててくれるみたいだし、大事にならずに済んだかな。ありがとう。え？ああ、いいよ。あんまり焦らなくていいんじゃないかな。確かに口数は少ねえけどさ、俺を楽しませてくれよって気持ちは痛いほど伝わってきたし、人見知りがどうかは分からねえけど、優しい子が廉価の向いてないわけねえよ。こんな自分を受け入れてくれる人はきっといる。そう思えた時、勇気を出せるんじゃないかな。じゃ、かわいい。レンタルしようかな。いかいかん、悪い癖だ。俺には水原という本命が。レンタル彼女を恐るべし。この世に可愛い子何人いんだよ。